撃キツブ、皆様こんにちは、カツです。よっ、というわけでやってまいりました、独学キツブの時間です。よっ、絶賛大好評中のね、この動画まだ1本しか出してないんですけど、新しい家に引っ越したので、それでも独学キツブしたくないかっていう、ニンニク足りなくないかっていうね、この家を新しくして綺麗になったんだけど、全部ニンニクで終わらせようっていうことするために引っ越したんで、乳首隠さないと広告つかないんで、今日は何を作っていきましょうって話なんですけど、まあね、僕といえばちょっとたこ焼きもあるんですけど、たこ焼き以外にもソース作りたいなって思った時に、この動画があったかなと思ったら、くらえ、あ、警察だ、やった、よし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 、あいだあいだ、ここも今日二郎でーす、イエーイ。じゃあね、二郎っていうか二郎系、新橋にあるラーメンバリオっていうね、お店がありまして、生麺でなんと注文しまして、ほら生麺で、なんとこれをね、本格的にこのラーメン汁に入れて、でニンニク足りてなくないかということで、ニンニク足りてなくないか、頭悪い、はい、ね、じゃあ早速これを作っていきます。いやいやいやい、じゃあ火をつけて水を入れましょう。よー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 、あれどうやって電気つけるの、いや分からんだけど、これえ何マジで終わったわ。はい、ということで、じゃあ今回の動画は以上です。ありがとうございました。いつも野菜マシマシとニンニクマシマシ、油とかは指定なしでやってるんですけど、あ、この家の近くに地方の本店がありますので、慶應義塾大の近く、本店見ただけ、まだ行ったことないんですよね。だから行ってみたいなって気持ちがあるんですけど、汁も本格的でしょ、ラーメンバリオ。さあ沸騰しましたので早速入れていきます。こちら2玉あります。これ 2玉玉分類してれば結局2玉、はい、入れて、イエーイ。なんでこれ麺入れたらさ、これ沸騰なくなるの、ちょっと全然茹で上がらないですね、これはちょっとね、世間は許してくれませんよ。あ、すごい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 、あーい、ふー、はい、茹で上がりました。うおー、すげえ、お店みたい。これ、これに麺を入れていきましょう。くらえ、うわー、すごいいい匂い、よいしょ、くらえ、やばい、釜揚げうどん、釜揚げうどん見とれちゃうね、これ結婚指輪にしたいぐらいだ、マジで。あっ、熱い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 、これ炙れちゃうっしょね、作りたいんで、こちら、うわ見てよこれ、すごいね、やばい、ドン引き家族、ニンニクもモリモリだよこれ、味玉も失礼します。チャーシューをちょっと焼いてみたいんだよね、ほろほろ、うわ、うまそう、うわ、なんかラーメン屋とまた違う匂いが、くらえ、うわ、ちょうどいいの火加減じゃない、くら、くら、くらえ、ポン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 、あー、これ家でできるクオリティじゃないぞ、物乗るってレベルじゃねえぞ、はいよー、はいお待ち、イエーイ、あー、ピカピカのこのお家が、床がもう終わってるんだけど、めっちゃもう二郎の床みたいになっちゃった、まあいっか、そのために YouTube やってんだから、二郎の動画でみんなに見てもらって嬉しいっていうチャンネルなんですよ僕は。はい、ということで、さあ作りましたけど、あれ、なんかニンニク足りなくないか、ラーメンバリオニンニク足りなくないか、いやー足りなくないか、足りなくないか、というわけで、はい、これでやっと足りたくないか、というわけで、はい、いただきます。この天地返しができないぐらいのもやしの多さ、素晴らしい、これ家で食べれるレベルじゃねえぞ、いただきます、いただきます、あー、うまい、うますぎ、ニンニクぴったりじゃないか、やばいねこれ、麺の感じとかももうワシワシがちょうど良すぎ、いい時代になったなこれ、
うん、あもうこの短時間で二郎の味が染みてるっていうね。でも全然伸びてないからマジでうまい。うん、うまっ。ああ最高に決まるわこれ。もうお家はおしまいですね。もうこのお家はおしまいですけど、いいんだよ、最高にうまくていいよ。うんうん、汗がやばい。まだ冬だぞ、ギリギリ冬なのに汗が半袖じゃないとダメぐらい。うん、この太麺がマジでうまい。これ下からすくい上げても麺だよこれ。でこのすくい上げたのをあと2ヶ月ぐらいで26歳なんですよ。4月3日なんでみんなより早いんですけど、25を超えたらいきなり太り始めるぞってみんなに言われるのよ。こんなことしてたらさすがにまずいかな。いいんだよ、だからもう太っちゃうかな、ちょっと悩ましい。汁もいただきます。ああ滑らか。あんまり脂っこいの好きじゃないんで、じゃあなんで食ってんだって話なんですけど、全然脂っこくなくてね、もううまい。違う、俺の舌がもうバグり始めてるだけかもしれないけど、うんね、飲みやすいです。うん、もう明日明後日はできなな。どこ行っても多分迫害されるから、最近よく行ってるサウナもニンニクの匂いがあったら窓を開けてくださいって言われてるぐらい、やっぱニンニクを抜かすためにみんな汗かきに行くんだね。同じ気持ちだから。まあでもサウナ行きたくなっちゃうな。害悪すぎてダメか。ホロホロの肉をいただきます。うん、柔らか、うまっ。なんだっけ、セブンの二郎もかなりクオリティが高いらしいね。あ、セブンの富田ラーメンはレベルの高い合格点をオールウェイズ出してくれる。あ、今は仙台から懐かしい。これもやしもいいね、ちょうどくたくたになって。さっき久しぶりに走ってきたからめちゃめちゃ食べる気ある。いいものも食べたいし太りたくもないから運動を頑張るっていう。うん、今仕事の返信をしながらやってます。あー、まあでもいいね。2、3年前ぐらいこの二郎動画をね前出してたんですけど、まさかその数年後この家に住めてこんな美味しいラーメン食えると思わなかったね。料理動画楽しいし、何よりね、ウマ娘さ3周年だと勘違いして20万課金しちゃったんだよ。稼がなきゃいけない。まずいまずい、ドッカンバトルも嬉しくなって課金しすぎちゃってちょっと今ね緊急になっちゃったんで、ちょっと課金するためにそしてジルを食べるためにちょっと動画出してもらって、そのモチベーションでめちゃめちゃ今頑張ってるんですよね。ウマ娘しかも3周年、わ、ありえない。なんか3周年っぽいさ
なんかあるんで、オープニングでチュンテテテテテテテレルって言って、なんか3周年記念ですみたいなログインボーナスって言ったら、あれ見えたらさ、3周年間近ログインボーナスみたいな、知らない知らない。俺確か1周年前ぐらいからね、サービス開始ぐらいからちょっとやってたんだけど、ちょっとしばらく空いて調べに入ったら、おお3周年始まったんじゃんと思ったら、気がついたら20問書きしてて、それ全然まあ、あの3周年じゃなかったです。あれしかもその3周年ももう間もなくあと数日で始まるから、お金ちょっと稼がなきゃいけないんで、ゼニーの前にちゃんとちゃんこで稼がないとやばい。うん、あれ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 ああのね、銀座とか新橋はね、とにかく声かけられづらいから、めちゃめちゃ過ごしやすかったっていうのもありますね。あのキャッチのお兄さんがいつも、マッチなんでいつもここうろうろしてんだって言われて、ここで住んでんのって言われて絡まれたぐらいはあるけど、やっぱどのお店でもね、じゃあどの地区でもあのキャッチの方には絡まれるんですけど、一緒にあの開脚して、あ、よでーす、あの道路で開脚して、そういう風なねことをしたんですけど、まあ、新橋はとにかくね、ライオンサウナっていうねところがあって、めちゃめちゃあの熱いサウナ120-130度ぐらいで、マジであのメーターもうこんなんなってて、で毎時30分かな、例えば6時とか6時半とかにいきなり「あーおいやー」って言って、あのライオンキングの BGM 流れながらめちゃめちゃロウリュ始まるっていう、うおーっつって、白ほど熱くて、あの一番上に立って座ってる人 いねえんじゃねえかってぐらいクソ熱いから、ぜひ行ってみてほしい。オープンしてもうちょっと経ったのかな、めちゃめちゃ俺は好きなんですけど、熱すぎてね、うん、ほら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 、黙って聞いてりゃチピチピチャパチャパね。えほんでチピチピチャパチャパとハッピーハッピーさ、著作者がさ、著作権をあの侵害じゃないわ、主張し始めたから収益全然入れなくなっちゃったんだよ。だからネコミームやっても収益入らなくなっちゃったから、あ入るけどちょっと少なくなったからやめようと思って、あれ楽しかったな動画。意外と食えるもんだね、ちゃんと。ジローはね、これでも食べれるんですけどね、甘いものはちょっとやっぱパフェとかね、これぐらいの量とか全然無理。別腹もないし、なんか食べれないんだよね。甘いもの好きなんだけど、和菓子は少々とかでいいんだよね。和菓子います？うん。あと味玉でおしまいです。早かったな。はい、ラストワンショー。美味しい。はい、ラストワンショー。一気に食べちゃった。あ、LINE 来た。まだ。結婚式の回答まだって。地元の友達が結婚式今度あげるから参加しないとって返信した。もう結婚の年ですよ。もう自分の地元の同じ町内の人2人結婚しますから。まずい。こんな家に住んでたら結婚なんかできない。この家に住むんだったらこれの5分の1ぐらいの家に住み直して貯金した方が絶対将来楽なのかよね。まあいいんじゃ、そんな年か。25歳そんな年ですね。それちょっと、ちょっと汁だけはちょっと残します。体に悪いんで。じゃあ食うなって話です。はい、以上です。はい、あーお腹いっぱい、あーお腹いっぱい、やば、待って、膨れたんじゃない、ほらさっきよりなんか、ほらお腹、乳首、あ、誰も見たくないから、あ、お腹いっぱいです。はい、というわけでお腹いっぱいになりました。というわけでお腹いっぱいの方はグッドボタン、お腹空いたなーって方はチャンネル登録、お腹なくなったよーって方はバッドボタンお願いします。ありがとうございました。あー、うまかった。ありがとうございました。では仕事に戻ります。